フランスのパリ近郊で16日、学校の男性教師が刃物で首を切断され死亡しました。近くにいた容疑者の男は警察によって射殺されています。男はイスラム過激派とみられ、テロ事件として捜査が行われています。パリ近郊のコンフランサントノリーヌの路上で、中学校の教師が首を切断された状態で死んでいるのが見つかりました。駆けつけた警察官が近くで大型の刃物を持った容疑者の男を発見し射殺しています。地元メディアによると、男はイスラム教過激派として当局からマークされていたということです。また被害者は歴史の教師で、授業中イスラム教の預言者ムハンマドの風刺画を生徒に見せ、親から苦情が寄せられていたといいます。事件を受け、テロを扱う検察当局が捜査を開始しました。もともと風刺画を掲載していた週刊誌シャルリー・エブドのパリの本社があった場所では、先月男女2人が襲撃されるテロ事件が起きています。